最初の選手はベラルーシのピス君、15歳です。まずロンダード系で入ります。ロンダード後方伸身2回ひねり、はい、これが新ルールで、はい、いわゆる E 難度と呼ばれます10点満点の跳躍技なんですね。で、今までこういうロンダード系で1回ひねりが多かったんですけれども、この選手それをさらに1回もう増やして2回ですね。全部最高難度の技、はい、ですから1回はひねる選手が多くて今回は 9.8 万点に下がってしまったんですけれども、まあこういう10点満点の超越技が飛べるっていう点では非常にメダルに近い選手って言えますね、はい、女子は違った、飛び方を2本してその平均と、はい、いうのが得点になります、はい、ですから1本もミスは許されないわけですね。そうですね。しかも女子の場合は4つしか超越のグループないんですけども、はーはー、その4つの中から違うものを2つのグループから選びなさいということなんですね。非常に幅が選択幅が狭いんです。さあベラルーシのピス君、跳馬の2本目です。1本目は非常に難しい最高難度の技をやってきました。今年の世界選手権個人総合で7位に入っています。その時は跳馬で優勝しました。前転跳び前方屈伸宙返り、はい、ただ半分ひねってますね。こっちが来た方向いてますので前方の屈伸宙返り半ひねり、これも非常に難しい技ですね、はい、9.9 万点になるんですけれども、やはり後方系前方系と半分なくできる選手がやはり跳馬では強い選手ですね。このピス君の一番いいところはどういうところですか？そうですね、やはり1本目に E の技を飛べるということですね。しかも2本目にも 9.9 D 難度の技が飛べるということです。